はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。太鼓立志年 5DX ライブ配信始めていきましょう。今回は1577年7月ですね。前回でついに九州統一を成し遂げました。今回は東の方に目を向けつつ朝廷工作もして、ね、官位を上げて関白に少しを近づけるようにしたいと思います。ぜひ見てください。ツイッチでいつも通り配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントプリーズフォロー&リポス、フォロー&チャットコメントプリーズ。 YouTube でアーカイブ2日後27日21時頃からプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel two days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 Twitter、 旧 Twitter であるX のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では阿蘇さん、どうするか。あれ攻略しかできないんだな。いや阿蘇さんは仮にもう一回攻めたらどうなるんだろう。もう一回ちょっと多すぎない？マジかよって思うけどな。最低だなって思うよな。いや何もしない。あ、これは軍備増強になるんだ。やっぱりここですよね。来た。船井城ってどこだ？織田信勝は今どこにいるんだ？立花山城ってどこだ？ここか。まあ城下発展しときゃいいんじゃないかな。北畠今どこにいる？北畠は小諸城ですね。城攻略こっちかな？で黒田さん、黒田さん柳川城か。まあ軍備状況でこの辺ほっとこう。備山城ってどこだ？あ、ここにいるんだ。じゃあ地方攻略では、拠点移動、大阪どこにしよう。大阪城に戻ってもいいけど、
加藤じゃない、飯田、長篠、小牧山、岐阜城へ、移りましょう。で、岐阜城へ行く前に府内の町寄って、ラブラブドピークか、で高くても強い人、そのぐらい安い、岡部さんだ、もちろんおごります。ん、あ、そうだ、平戸との大筒を取引ができると言ってますね。出ましょう。で、いや違う、行き先指定で、稲葉山じゃない、岐阜城へ。こいつ誰だ？あ、石川数正じゃないですか。あ、でもまあもういいや。ぬくい、ちょっと政治家っぽいよな。じゃあこれでもあげよう。おお、プレイできるようになった。さらにオバマさんもプレイできる。この人誰？ちょっと行ってみよう。あんまり仲良くないよな。じゃあ槍をあげよう。ああ、ダメなんだ、意外。で、ちょっといろいろいますが、まずちょっと体調悪い人に薬をあげましょう。島津さん、城へ行きましょう。おお、いろいろありますね。特に鉄砲を購入してる人が多い。特に何もなさそうだな。輸送だけしとこう。府内城からもちろんここに輸送、軍資金28万、兵士は3万、ああそっか、じゃあ最大鉄砲と大砲と、軍馬は
群馬は全部かな。と18万ぐらいあればいいんじゃないかな。で、ただし、戻って。コマンド、自動振り分け、内製かな、とりあえずは。あんまり鍛えられてない。カマチ、弁舌、結構能力高いな、みんな。うん。相場さんはなし。戦ってもらう。あ、結構この人強いな、島左近か。この人も強い。でも弁舌、戦術、弁舌。あ、この人はお金を稼いでもらう。開墾かな。文学、水軍がすごいな、松浦さんは。もうすごい、武力101って。開墾、
訓練かな。トイシートを鍛えてもらおう。お金稼いでもらおう。これは軍資金調達じゃないわ。鉄砲購入だな。結構たくさんいるな。なんかすごいことなってる。軍資金調達。なんかすごい九州だなっていう人が入ってきた。吉川、吉川な。まあでも鍛えてもらおう。下間、うん、種子島57。あ、こいつはお金を稼いでもらう。足軽かな。いや、伝説でいいや。
弓道寺は開墾を希望している。タガヤは弁舌を希望している。開墾もできるんだ。いやいや武力だけど一応算術鍛えてもらおう。弁舌希望、開墾希望か。じゃあ開墾でいいでしょうということで、開墾希望。開墾じゃないな、弁舌、開墾希望、希望。前兵庫どっちかといえばあれだからな、忍術。赤星はまあまあこれかな。弁舌希望。でも軍事の方行こう。さあこの状態で雑賀と島左近が、軍事ですが誰へ行くか。やっぱり官兵衛かな。官兵衛でも政治力高いからもったいないな。やっぱり真田で行こう。うわダブル島津結構強力じゃん。あやめた、あの治安工場で豊市場ダブル島津で行きます。道節とはここか。岩戸農場は六角のままだし小早川は北畑になっているからとりあえずこのように変更しましょう。ちょっと京都行ってくるわ。どっちかといえば政治だな。あんまり喜んでもらえなかったがこれカンストはした。これはもういいんだ。亀太郎、よしみ、ああもうカンストしてるんだ。じゃあ今日の町だっけ、二条城じゃなくて今日の町なんだよな。いいえ血も涙もないんです。襲われるより全然マシで、もちろんお伏せをします。悪名がゼロになった。悪名一方名声がもうあと一つで完走です。
クゲタクへ行きましょう。口添えかな。いや、5000。もう一回。クゲタクへ。朝廷工作か。そうだ、朝廷のあれって貢献度ってどこで見るんだっけ。これかな。あ、65になってる。北条が130、毛利が89、南部が55、今が160、高いな。まあでもこの分やっぱり、どんどん口添えをしておこう。ここで左近衛大将になったな。連邦の議論を3位、連邦の連達者になった。でさらに、あと26,000、あと3回ですね。で、あとは石卓で薬を買う、これ全部買う。足りない分全部買います。これで帰りましょう。まだ戦ってない。そしてこの稲富さんっていう人に会えそう。ラブラブ度はまだまだですね。
かな、イソップ、あんまり喜んでもらえない、稲富流の侍大将か。さっき府城へ、ああそうだ、でちょっとやばい人間はおらんから城へ行きましょう。もちろん茶会、あ茶会はダメだ、一回だけだ。特に何も言われてないな。王人事、あダメだ、指名伝達王を落とし、この人しかいないんで、そうだ、金庫で出金、資金からまた7万を引き出す。一応もう主命は大丈夫なんで、一応これでセーブしときましょう。合戦だな、ここです。駿府城広告事情、うんそうだよね、一応援軍要請。いやこれは遠い、さすがにちょっと遠すぎる。神保に依頼しましょう。オッケー。なんだこれ、何館っていうんだ。5111分か、まず備え配置、1万4000人か、やっぱり結構あるな。うんで、委任、まあしゃあないな。強くない。まあまず
どうするか、不倫火山かな、それとも不倫火山だろうな。不倫火山だな、やっぱり。お、力攻め、一気に攻める、こちらも OK。 来た、援軍、早い、動きが早いな。三段打ち、少しずつ削っていく。全部備え対象やん。お、火攻めだ。順調に兵が減ってるね。もう一回力攻め、一気に減った。ひゃ、まあまあ減った。宴会、モチベを上げる。6か、どんどん溶かしてはいってる。風魔か、ちょっとめんどくさい。風魔臭か、三段打ち。
タカやっぱり野戦だ。やるしかない。もうそんなん恐るいたらない。あ、引いたか。相手は14,000、数では上回りますね。とりあえず神保をうまく使いましょう。本当かな。待機、忍者だから隠れるからな。相手は決して油断はしてはならない。とりあえずこいつを壁にして、秀吉はここかな。結構集団で来てるが、めんどくさい。あ、攻撃をかけ始めた。いいよいいよ。剣手かな、意外と。不意打ち鉄砲かな。本当。不意打ち鉄砲だ。あ、ダメだ、三段打ちできないか。じゃあ、まあ待機。くそ、4隠れた。何これ。あ、罠を、あ、罠がかかったんだ逆に。こいつ三段打ち、強い、硬い。これ油断できないや。じゃあちょっと待機。オッケー。あ、来たか、メインのやつに。
いいよ。三段打ちじゃなくて、百発百中かな。あ、違うわ。三段打ちでいいんだ。いいよいいよ。これがまだ残っていた。やばいな。やばい。組打ち鉄砲。ね、まあ、あばか、なんか、そんなに秒単かな。硬いよな。何これ燃えた。
ってるんけど、ついやってきたか本体が。やば。まあ変に動かん方がいいしな。行き始めた。勝ちましたが、犠牲は大きいな。
わかった、援軍呼ぼう。加藤から呼びます。小早川さん、 OK。 あー残念、また攻略失敗か。壊し、で、船内病棟。もうちょっと。これ壊した。100万一新ってなんだっけ。あらあら、下間さんが亡くなった、悲しい。木に壁を崩し入る。ん？恐ろしい。
戦況は断然有利だな。あ、ワギの使者来たわ。まあ当然受諾。あっとトップは雑賀さんだ。OK です。ちなみに目視目標するとしたらやっぱり下山城だよな。ここだけは言っとこう。そうそうそう、あの援軍要請をしないとダメ。家康かな。でも家康ちょっとそんなに強くないんだよな。じゃあ信孝お願いします。出せぬか。うわ、また風魔衆来た。条件によってはもう一気にぶち破ってもいいかも。千成廟丹かな、とりあえず今回は無理。でもう行きます。縄文爆破
来たか、風魔小太郎。また風魔衆と戦わなきゃいけないのか。まあ、やばいなこれ。今回はそんなに楽に戦わせてくれないや。待機。あ、失敗したか。ちょっと面倒だな、面倒な兵士が来た。しかも固まってくるからな、連動が高い。早い。組打ち鉄砲かな。固まっていこう。とにかく動きが早いからな。よし、こいつもう一気に潰しにかかる。うわ、なんだこの削り方。えぐいな今。いけいけいけ、どんどんいけ。
てよ、クモチ鉄砲はまだだな。鉄砲撃てないのかこれ。動かないかな。雨だとダメなんだ。転車駅は OK だが、まあそのためにわざわざやる必要はないし、まだ雨降ってんのか。戻ろう。見られてんな。来たか。ようやく。
これやるしかないな。いいよいいよ。一気に。あ、でもあんまりやられない。こっちもキマ突撃だ。オッケー、主翼撃破。交渉じゃない、援軍だ。難しいが、いや、丹羽長秀にお願いするかな。多分そんな時間かからないと思うし、別をどういう風林火山。もう破っちゃえよ、門を。まあでもギリギリで、あ、ダメだ、もう破ってくれなかったや。まあそうだろうな、これで破れた。本丸です。いいんじゃないでしょうか。まだギブアップしないのか。まあでも交渉していいと思う。次の時に。
交渉で。まあいいんじゃないかな。こっちも降伏勧告。島津義弘だよな。あーダメだ。なんじゃそ、なんだそれ。メンツかな。帰りましょう。で武家宅へ行く。大丈夫そうだな。じゃあ城へ行く。金森さんか。おせ応じる。ん？これ何？橋姫。失敗が多いな今回。セーフしとこう先に。で表情の前、まずは王人事から行こう。三成昇進です。で、ちょっと待ってよ、勢力。今川とかあれじゃないの？
ちょっと駿府城へ行って、まず茶席ダメかで、支配我らに服従せよ、はい、そうです、これで OK。 忘れてたわ、でさらに数がないところって支配しできてないとこだから行きましょう。馬じゃん、もちろん買います。お、またまずはお茶ですが、あんまり喜んでもらえなかった。四季よしみちなんだな。はい、言うこと聞くでしょう。はい、OK です。勢力図。この辺だな、有機系もいっとこう。種類足りんなの。勇猛な人だから坂戸記でも与えとけばいいやろ。まあ、大崎家とかに食われそうだな。
こっちか。わかった、帰ろう。誰、水払って。上すぎか。プレイできる。商人だから商人を与える。お、またプレイできるようになった。で、主命ですね。表情の間、王人事。そして拠点移動。一人ちょっと薬がいるやつがいる。ちょっと風魔の里へ。いくらでも渡そう。これって敵対はしなくなったんじゃないの？もちろん小田原城。あれ、待たないといけないのか。これでもう、風魔衆を頼めないから、うん、え、誰？あ、こんなこともあるんだ。
ウームって言ってんだ、なんか困ってんの？いや、いいじゃないですか。はあ、切らないといけないのか。じゃあ博多屋をかわいそう。妻と話す。はい、食べる。OK です。で、一旦セーブ。今って、自分でどこまでの範囲行ってたっけ。13位か。とりあえず表情の前。お、徳川が小田原城攻めを行ってるんだ。そうか、そうですか。まあでも援軍出してもいいかもね。三浦ってどこだ。備中松山城、地方攻略。え、もちろんここ。工事ってどこだ。岡城。岡城って稲葉一徹は、これも帯城だから。藤政はもちろん北条攻略ですよ。上杉攻略やってもらう。毛利攻めでいいかもな。阿蘇は えぐいなこれ。相良は松倉城。ん、松倉城ってどこだ。島津。スノマタ城。とりあえず城下発展かな。さすがに地方攻略かな。主命伝達の前に上主指示、あ、上主指示じゃないわ、人事で、上主任命をしたい。取市城2万3000いんのか。飯山城、大友宗麟、浮田信勝はすでにいるから。
磯野さん、ちょっと強いな。勘兵衛も手放したくないし、じゃあ、かまちさんかな。あ、ちょっと待ってよ、直轄にしよう。で、今感触って言ったな。じゃあ6価格は結構年齢いってるから、真田三義に、あと三成だな。武将でしかないけど、なんかあげてもいいな。18歳だけどな。まず軍資金、兵糧が29万、シャワで、群馬全部、鉄砲全部、大砲全部、で、4000人で、軍資金も41万、鉄砲全部、兵士全部、兵糧が3万、鉄砲全部かな。で、箕輪城へ
兵士1万兵糧2万かな、軍資2万3000ぐらいで、で軍資金は2万兵糧も2万でいいや。で、大阪城から稲葉城があって、豊洲城は直轄地だから、軍資金こんな感じかな。あとは、軍馬と鉄砲全部ということで。で、城主任命、長宗我部、豊洲城も内乗りへ、でさらに与力を派遣、さらに
さあ石山城にも派遣しよう。なんか優秀な人派遣できるようになってきてるよな。これで OK。 そして指名伝達、鈴木さんって今77か。官兵衛をちょっと、いや官兵衛と大友宗麟を使そう。それから勝頼がいる。勝頼はまあいいでしょう。鉄砲、訓練だな。この人頑張ってもらおう。弓って言ってたよな。村井さんが軍学。旧作は軍学。
何を湿度を使おう。ポーカー。あ、前兵庫が休術希望なんで休術、騎馬希望してるんで騎馬、じゃあ軍学希望してるんで、じゃあ軍学、休術希望してんのか、武芸だね。さてと、なしが大友、黒田、官兵衛、岡は あれなんで、鍋島、大谷義継と、この4人ですね。じゃあこれで OK。ということでこうなりました。で、行きましょう。小田原攻め。その配置今どこまで攻めれてんだ。ここまでか。大手もまだ全然攻めれてない。で助けを得られないんで、
ここはもう家康も頑張ってもらわないといけません。攻め始めた段階かな、これ多分まだ攻め始めた段階ですね。で、風鈴、いつも通り風鈴火山で行きましょう。うわ、すごいな、これ小田原城のこの防御。まあ、なんせ北条の本拠ですからね。モチベが一気にダウン。で、千成廟丹の前に三段打ちをもう打ったろう。強いなこれ。いや、カゴいらんし、そんなに。わ、ビームが。あ、でもそんなにダメージ食らってない。引き攻めに来た。キャンプファイヤーで、千成廟なんでまたカゴなんだ。燃やした。やばいな。つけましょう。北条玄庵か。なんでこっちか、うちの方が近いんだ。ちょっと待って。
これそんなに強くない。あれしまおう。うちいらんよな。モチベが落ちてるからチャンスではあるよな。
来るかな、来なくな、いなくなった。1万2000だもんな、相手もまだまだ強い。モグラ攻めだ。おお、家康すごい。ソケ滅亡だ。何が起こったんだ。モチベ一気ダウン。なんでカゴ。
もう一気に火攻めで攻める。これで破れた？破れた。3の丸までいった。今引き攻め、
あ、どうだ、まだだ、あ、これ風林火山だ、まだだ、またか、誰、笠原って、え、なんで2万に増えてんだ、
きが早いな。息溶かしていったな。でもどんどん補給していくよな、これ。気がない。予備兵がたくさんいるんだろうな。
4か、斜線なり秒単。これどうだ？まだだ。有機か、今度は。ダメだ、雪だからダメなんだな、みんな。だから三段打ちもダメ。また野戦だ。なかなか強い。今度は相手の方が勢いがある。
開脚した。オッケー。かなり長い戦いでしたが、これで小田原城を攻略に成功しました。病気の人はいない。表情へ、まず人事、大谷義嗣が上がります。六角、穴山、長宗我部、勢力見ていこう。ああやっぱりね、そりゃそうだ、毛利に滅ぼされたんだ。ああだいぶ北の方へと勢力を増やしてるな。これやばいな、大崎とか葛西とかやばそう。あこれで徳川が取りましたね。徳川なんか分かれたとこに3つ城があります。まあでも攻められるよな、いずれは。ってことはここの韮山城は取りに行っても構わないよな。まあ表情の間に行きましょう。94か。壁芝も結構いいですからね。壁芝をなしにしてこの4人で、行ってみましょう。
よし、は全部7万としましょう。ということで今回ここまでかな。あんまり勢力広げられなかったけど、すごいな三村、4万人もいるんか。こんなの三村攻めてもらおうや。上主指示三村で、意識はなしになってんな。まあこの辺は多分行ったら攻められるんで。転移動もこれ以上できないしな。はい、ということでちょっとまあ3時間近くで、あんまり城は2つかな、2つしか止められなかったですが、まあ今川一式を支配することにできたし、家康の小田原城の占領も考えると、まあ味方側の勢力を拡大できたのでここで良いのではないでしょうか。ということで本格的にやっぱり北条を切り取っていく流れになるかと思います。ということで今回ここまでとなります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー please。 YouTube にアーカイブアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォローリポストいいねお願いいたします。Twitter X My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。